治安六法の制定を主導した初代シドマス子爵ヘンリー・アディントン治安六法、または六議会制定法、六法は1819年に制定されたイギリスの方。1819年8月16日のピーター・ルーの虐殺の後、イギリス政府はさらなる騒乱を防ぐべく、求心主義改革を求める集会の鎮圧に乗り出し、それに伴い制定されたのが、 治安六法である。六法には、現時法も含まれたものの、軍事強連防止法は20世紀にも維持され、2008年にようやく廃止された。20世紀の歴史学者、エリアレビは、治安六法をシドマス教と、その協力者の講演による、反革命の恐怖が強行により拡大した結果としたが、以降の歴史学者は、治安六法を秩序維持を図るための、 比較的に寛大な施策であり、一時的に実施されたものに過ぎないとした。治安六法が制定された、次期のイギリス首相リバプール伯爵、ジョージ・ヘイター作、1823年。セント・ピーターズ・フィールドで非武装の民衆が義勇気兵団に殺害されたというピーター・ルーの虐殺が起こると、多くの人集会がイングランド北部で開催され、ミッドランズやローランズなど、 イングランド中部、南部にも飛び火し、合計17州で G が決行された。地元の治安判事が中央政府からの支援を求めると、議会は11月23日に開会、内務大臣の初代シドマス施釈ヘンリー・アディントンより、治安六法の法案が提出された。ホイッグ等が法案の原則にもその詳しい内容にも反対したが、 六法は12月29日までに議会を通過した。ブリタニカ百科事典第11版では、ピーター・ルーの虐殺以外にも、四季の近い国王・ジョージ3世は、国民の同情を得ていたが、折衝を退し、ジョージには、それがないことを治安六法が制定された理由の一つとしている。法案は、急進的な新聞紙の抑圧、大規模な集会の防止、 そして武装放棄の可能性を減らすことを目的とした。庶民院での弁論では、トーリー党もホイッグ党もフランス革命を引き合いにし、トーリー党はフランスの治安の弱さを指摘、ホイッグ党は言論の自由と出版の自由の重要性を強調した。1818 18年イギリス総選挙で統制を回復したホイッグ党は機に乗じて法案の改正動議を提出。 非公開で行う集会は許可する、屋外で行う集会の禁止は、現時法とする、新聞規制違反の容疑者を追放刑に処すことはより困難にするなど規制を緩ませることに成功した。保育等は法案自体にも反対したが、首相リバプール伯爵は法案を通過させることに成功した。経済法が制定される原因となった。 リチャード・カーライル治安六ーとピーター・ルーの虐殺は、ピット派が抑圧的な政権であることを示す象徴となった。ありがとうございます。